今日は16列目に植える球根です。チューリップの球根、今シーズンは新入りあんまり買わなかったんです。買ったのは国花園からピンク系の八重を主に買いました。これチャーミングビューティー、ここどこか、次ガブリエラダブル、どこ、次ダブルシュガー、八重遅咲きって書いてある、どこ、6球、次フォックストロット12球、12球です。次これも八重咲きかな、次八重早咲きって書いてあるマリアージュ、6個かな、6球、次これも新入りで、これは八重咲きじゃないけどフレーミングフラッグ、40プラス2球だから42球です。次今度は品種別って言っても数年、7、8年育ててるかな、7年くらいかな、アクアレルミニタケの白に縁が赤いのかな、これ5、6球くらいだったのが数年でこのくらいに増えました。次ロココ赤いパーロット咲き、これも数年育ててる球根で、これはこれも20球くらい買ったのかな、よく覚えてないけど少し増えました。あとこっちユリ咲きのミックス色も植えようと思います。これも数年育ててます。これも少しずつ増えた感じかな、で このようになりました。今日は16列目、ゴロゴロ土のところに植えようと思います。